海と日本。海を愛する子どもたちが集まったのは、なんと森の中。なぜ山なのか聞いてみましょう。山がないとに生物が存在していけないと、この木の出した栄養がこの海に流れて海の栄養が増えてほしいからだと思います。そういう食物連鎖が起こる最初のところがこの植林活動だと。そう、山からの栄養で育ったプランクトンなどが魚や貝の餌となります。さらに海藻も育まれ、海の水をきれいにしてくれるのです。集まった子どもたちは7月にカキやミヤジマトンボを通じて、海には山が必要不可欠だと学んでいました。そこで今回、この山に青ダモの苗木を植林、土砂災害などを防いでくれる効果も期待できるといいます。森、川、海という一つの流れの中で、自分たちは生きてるんじゃない、生かされているということを学んでもらったら、海の人が山のことを思う、山の人が海のことを思うという気持ちが僕はすごい大事かなと思って、それを子どもの時体感するということがこの日本にすごい大事なことじゃないかなと思って。元気に育ってほしい。海と日本。海と日本プロジェクト in 広島。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もお願いですの。